をなんとか引き止める方法。何？実家に近いから関東希望なんやろ。じゃあ両親に1億くらい払って関西に引っ越してもらおうや。ドラフト時の悲鳴を謝罪する。4億で出てくなら出てくよ。優勝させてくれてありがとう。阪神タイガース群馬に移転。あんな入団から優勝に貢献してくれただけ感謝や。黒田の横断幕みたいなやつってあんま見えんよな。誰も取らんやろ。 OPS 750やん。ドラフト指名の時静かにする。誠意を見せろ。4番はしんどいからやりたくないんかも。プロになる前噂では西武さんが声かけてくれてたんだっけ。普通に残るやろ。4年16億やで。ヤニキを GM にする。残ってほしいがしがみついてでもって感じでもなくない。離れるなら離れるで十分貢献してくれたし若手を育てるチャンスと割り切って笑顔で送り出してあげたい。巨人にだけは許さんなら。甲子園じゃそこまで脅威でもないし神宮かからくりで何本打てるか挑戦してほしい。大山の代わりになりそうな選手は阪神にいるんか。井上15本前後でいいなら誰かしらで続けてたら達成するやろ。この程度でいいなら前川が。これで残留したら逆にお笑いや。大山は A から金本の時に本気出世。念願の争奪戦やんかいさ。西武なら A ぞ。頑張ってくれ。西武スレではうちだけは選ばないはず絶対に来ないと語り合ってる。それプラスでうちが取りに行くわけがないもいないか。草阪神から出ていくんならもう地元志向くらいしか理由考えられん。資金さえ出社ありえるやろ。ぶっちゃけ大山もいい大人なんだし阪神ファンがどうたらなんて昔の実までも根には持ってないでしょ。誠意は金やぞ。甲子園に絹そばに豪邸を出す。西武ファンやけど一塁手で普通に欲しいわ。来てくれたら嬉しいけど手を挙げないだろうな。巨人って一塁補強ポイントなの。打撃強化のためだけやな。一塁岡本三塁坂本がメインだからその二人と合わせて誰か外野に行くんやろうな。そうなんや。どうなるんやろな。言うて阪神が4億出したらよほど出て行きたい欲がない限りは残るしかないやろ。今年の枠すら巨人以外の在京球団が出すことはないやろうし巨人だってそこまで出すなら外人が邪魔わす。金本監督電撃就任。ヤニキ呼び戻す。西口監督からの強いオファーをいただいたライオンズファンはタイガースファンに負けない熱さがあるイメージなので期待に応えたい。山賊打線復活に貢献したい。中村さんにホームランの打ち方を聞いてみたい。この可能性を信じてる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。